あ、シャビシモンズ狙ってるのね、アーセナル。シャビシモンズレオザと分析か。って見ましたね。うまかったね。うまかったけど、不思議な選手だって、めっちゃ懐にボール受けてライン間でも受けれるし、うまいんだけど、守備が、特に切り替えの時の守備。いや、そこもうワンスプリントできるだろうとか、そこ寄せ切れるだろうっていうのを寄せ切らないみたいな全然あって、あ、オランダのうまい中盤の選手が、中盤だと守備強度とかそこの戦術理解とか献身性で不安があるから左ウィングに置いて中入ってくる形で使われてるので。うまさは本当すごい。あと、ゴール前のシュートの局面でちょっと力入りすぎたりとかありますね。なんだけど、なんかタックルだけ深いのよ。なんかそういう、その時に言ったのそのまま言うけど、チアゴ・アルカンタラとかさ、めっちゃうまいじゃん。でも実はヘディングめっちゃ打点高いみたいな。その能力あったの？みたいな。あるじゃん。そう。隠れ巨乳の女優みたいな。あ、めっちゃ美人でも売れてるのは実はそれもあんだみたいな。の感じで、今言ったチャビ・シモンズは、いや、タックル深いんかいっていう。守備ふわっとしてる時あるのにタックルの深さがあったんだ、みたいなのがあるね。